そう。やった、いらっしゃいませ。人気の商品です。商品の私です。またのお越しを。やばくない？どうもありがとう。やば。なあなあ、やばくない？なあなあ、アリさん最高。何になさいます？ご来店あり、おい、いいかもしれない。エマってさ、ん？興味深い。なあ。あわわわわわわわ。そうだな。役に立つぞ。マジかよ。なあ。ありえない。
みんなどう？被害者のこと何か分かったかしら？ああ、見覚えのある奴が何人かいたぜ。ジェイルで襲われてた人間を街中で見つけられたんだ。見つかったんだ。となると、やはりジェイルで襲われていたのは本人ではなくシャドウだったということか。けど、そいつら様子が変つうか妙な感じでよ。妙な感じ？全員が全員すげえアリス狂いになってんだよ。借金してアリスんとこの服買いまくるとか普通じゃねえだろ。うん、確かにそういった人々なら渋谷でよく見かけたな。うん、彼氏が急にアリスに貢ぎ出して破局寸前になってるカップルとか。アリスのファンじゃないからって仕事をクビにされた人もいたわね。アリスファンがアンチを襲撃したって傷害事件も起きてるみたいだ。アリスの人気ってブームみたいなものかと思ってたんだけど、なんか異常だね。ジェイルで願いを抜かれた人間がおかしくなっちまってるのかもしれねえな。そうだとしたらこのまま放っておけないわ。あ、このまま過激な輩が増えれば取り返しのつかない事態も起こりうる。異世界が関わってるんだとしたら止められるのは我が輩たちだけだ。うん、私たちで何とかしよう。被害者の情報集めは終わったみたいだな。次はアリス本人の調査か。だな、今日はここまでってことで。また明日集まろうぜ。3人ともアリスの調査よろしくね。ああ、任せておけ。おう、出かけんのか。あんまり遅くなんなよ。マスター、このカレー絶品だな。そりゃどうも。今日は生放送なんだってな。なんだか我が輩まで緊張してきたぜ。お前はどうだ？ちょ、顔出さないの。ペット持ち込みバレたら追い出されちゃう。ペット…まあこの姿じゃ仕方ねえが、お前らも変に目立つなよ。大丈夫だよ、見てるだけだから。私も静かにしてた方がいいか？そうだね、ちょっと我慢してて、ソフィア。ノープロブレム。あ、来るみたいだぞ。アリさん入られます。やば、やっぱ超可愛い。CM 開けます。5秒前4、3。続きまして、今会いたい人のコーナー。今日はスペシャルゲストをお招きしました。現在人気沸騰中、ファッションアーティストの柊アリスさんです。よろしくお願いします。今日はよく来てくれたね、アリスちゃん。今めちゃくちゃ忙しいでしょ？おかげさまでたくさんお仕事をいただいてます。大人気だもんね。やっぱそのファッションが人気の秘訣かな。この服も全部自分でデザインしたんでしょ？とても素敵で可愛らしいですね。ありがとうございます。この洋服は不思議の国のアリスをモチーフにしました。ファッションって私たちを遠い不思議の国に連れて行ってくれるものだと思うんです。知らなかった自分、知らなかった世界、それを見せてくれるんじゃないかって、そんな期待を込めてデザインしました。様々なジャンルで活躍されているアリスさんらしい言葉ですね。そうしたファッションをしようと思ったきっかけは、
何かあったんでしょうか。私実は引っ込み思案の子供だったんです。学生時代は友達もいなくて寂しい思いをしました。自分を変えたいって思いながらなかなか変えることができなくて、でもある日お店で素敵なワンピースを見つけたんです。それを着た時まるで魔法にかかったみたいに世界が違って見えました。こんな私でも変わることができる、そう思えたんです。その時のキラキラした輝く思いを私のように引っ込み思案だった人に届けたい。誰かの光になりたい。それがこのファッションを始めたきっかけです。誰かの光。アリスちゃんが若者に支持される理由がわかるね。そんなアリスちゃんだけど最近は彼氏の噂なんかも。あれどうしたんだろう、急に黙っちゃって。何かの演出？何かあったのかな。あの、どうしました？アリスちゃん、俺、君のことが好きだ。付き合ってくれ。え？ちょっと何言ってるんですか？こんな気持ちは初めてだ。君のことを愛してる。急にそう言われても。またまた冗談が好きなんですから。本気なんだ、頼む。ちょっと私はどうなるのよ。聞いた今の、あの二人って婚約してたんだよね。てかこれヤバ、放送事故じゃない？ CM 入って、お願いだ、アリスちゃん。いい加減にして。何なのよもう。何が起きてるの？あれ、生放送だったんだよね。いきなり告白ってのは我が輩どうかと思うぜ。ねえ、あれってもしかしてアリスに願いを奪われた人なのかな。じゃないとあんなことしないよね普通。確かにありゃまともな様子じゃなかったな。